とした攻撃、守備がある中で攻撃が成り立っていると思うという話をしていたんです、ノットゴールも入ってきた、右足のシュート決まった、伊藤、横浜先制、伊藤です。いやー、横浜が伊藤の結果的には連続前節からのゴールとなります。伊藤の右足0対1。中川が持った後ですね、ここでスライディングで中に上げた時に少しこう対応が遅れ、トスの方が対応遅れてしまいましたし、伊藤の方もね、大津からのパスでした、はい、しっかり体をひねって逆サイドに、まあ、結果的に言えば少しあそこで距離感取ってしまったっていうのがね、ちょっと残念かなと思いますし、伊藤が